取手愛機会は、茨城県取手市に所在する愛機会の公認団体である。1973年に、財団法人愛機会本部師範、磯山博氏が、青少年の健全育成のために、自宅の居間を開放し、二人の小学生に稽古をつけたことに期限を持つ。その後、入門者が増えるにつれ、新川公民館、区下小学校体育館と場所を移しながら、 板の間の道場で稽古を続けていた。1982年に、藤城町の勤労者社会体育センターが完成したことに伴い、新たな道場での稽古が始まり、広さ170畳の道場で稽古が行われている。2005年3月28日に、道場のある藤城町と取出市が市町村合併して、取出市となったことに伴い、団体の名称を、 愛機会藤代支部から愛機会取手支部に変更し、その後の2011年4月、取手愛機会に変更した。小学1年生から70歳以上まで老若男女の団員、部員が磯山師範の指導の下藤代武市道場において稽古している。取手愛機会は大きく分けて3つのグループ単位で活動をしている。ただし、 それぞれのグループが完全に独立して活動しているわけではなく、共に稽古をすることもあり、取り出会い機会の全体行事も多く開催している。ありがとうございます。